ご機嫌いかがですか。 YouTube をご覧の皆さん、ありがとうございます。言論の自由を街頭で訴える長谷川隆です。政治団体君の会、長谷川隆です。本日は後期2678年平成30年1月11日木曜日です。ここは東京新宿駅南口改札前です。ただいま午後6時35分を少々回ったところです。言論の自由と報道の公正をここ東京新宿駅南口改札前で連日訴え続けております。長谷川隆です。政治団体君の会、長谷川隆です。皆さん、言論の自由と報道の公正が守られているでしょうか。極めて危険な状態になっているように感じます。私たち日本の国は国民の選挙による議会を開いて、そして法律を一つ一つ制定して国家が運営されている議会制民主主義国家です。私たちのね、この国の近隣には残念ながらそうでない国が、そうでない国だけですかね。そうですね、中国共産党においてもね、中国共産党独裁政権です。北朝鮮においてはね、今日の問題ご覧の通り、韓国においてもね、大韓民国においても、まあ残念ながらご覧の通りです。残念ながらね、大韓民国においてもね、国会で決めたことが、政府で決めたことが、次の政権変わるとなかったことになってしまうしね、国際条約、日本との条約を結んでも、さまざまな約束をとしても、政権が変わるとね、前の大統領は今牢獄に入れてるから関係ねえと、これが始まってしまう。これではね、話し合いにも何もあったもんじゃないですよね、現実がね。そこでね、私は今この隣国をね、困ったというだけじゃなくて、私たち日本においてもどうも怪しくなってきてる。一見ね、安倍政権も長期政権になってきました。そして何か具体的に日本の国が前進するかのような、そういう期待も国民もね、持ち始めてきてますよ。しかし現実としては、最も大事な、ね、政治の目的って何だろう。やはり経世財民、世を治めて民を救う、これはもちろんそうね。そして自主独立、これが政治の目的ですよね。これには皆さん異論ないと思いますよ。しかし残念ながら、私たち日本の国はアメリカ軍の占領のもとにあります。アメリカの従属国家でしかありません。このことについて、私たち日本国民がもう慣れっこになってしまった。アメリカ従属も戦争を負けたとき、ね、その時はやむを得ない、今に見てろよと、今に独立するぞという気持ちだった。しかしいつの間にか、日本国民は、私たちは残念ながら、まあこれでもいいのかなというような気持ちになってしまった。そして今においてはね、米国従属でなきゃいけない、アメリカ従属でなきゃいけないという政党まで現れてきたんです。
それが立憲民主党なんね。ご存知のように日本国憲法は残念ながら占領憲法です。連合国軍が日本を占領し続けるため、事実上アメリカ軍ですよね、日本を占領し続けるために制定した憲法であるね。そのための条項だ。結果今日に至ってもね、アメリカが日本をね占領し続けてますよ。その憲法を守らなくちゃいけないんだと、断固として守るんだなんていう政党ができてしまった。これが立憲民主党の実態なんだ。じゃあね、安倍晋三内閣総理大臣は何かといえば、憲法9条にね、第3項を設けて自衛隊をね明記しよう。どうも話がね、どっち行ってんだかよくわからない。皆さん、この言い訳としてね、自衛隊がね、日本国憲法の憲法の違憲の疑いがあるからだって、そういう人がいるからだって、これじゃダメですよね。皆さんね、自衛隊は自衛隊法がちゃんとできてて、日本の法律でその存在を確たるものにしている。それに内閣総理大臣とあるものがね、疑いがあるんだなというところをね、そういうことを言ってる者がいるななんていうこと自体がおかしい。そういうバカな者もいるけども、そういうやからもいるけども、きちっとした日本国憲法にね、範囲の中で自衛隊法は国会で決めて、きちっとした自衛隊なんだということを言い切っちゃうわけダメですよね。それが内閣総理大臣の仕事ですよ。このように日本においてもね、一見民主主義は守られてるように感じるんだけども、もちろんね、民主主義、私たちは選挙によって物事決めてます。しかし選挙においてもね、ここで問題なのが、どん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 慣れっこになってしまう。最近は中国においてもそうでしょ、中国共産党を刺激しない方がいい、尖閣諸島をね、中国の潜水艦が伺ってるというかね、経済水域どころかね、日本の領海のすぐ近くにあるね接続水域までもう入ってきてるんですよ。これが日本の現状なん。それに対して日本政府はどうでしょう。いつもの繰り返すことは、断固と抗議をする、厳重に抗議をするだろうね。ただただそれだけなんだ。ここでね、大事なのはやはり自主防衛ですよ。自分の国のことは自分で守る、これが必要です。話し合いではどうにもならないものはあるんです。その時はね、これからは何も朝鮮半島に行って戦争しようね、支那大陸に行って戦争しようと言ってるんじゃない。日本の領海を私たちの力で守りましょうと言ってる。アメリカ軍がいるからじゃない、いるからいいじゃないか。アメリカ軍はそうじゃないですよね。アメリカはアメリカを守るために前線基地として日本があるだけなんです。結果的にね、米軍の基地を守ってる、日本にある米軍の基地を守ってるだけなん。それ以上のことになってしまったら、やはり撤退しますよね、当然ね。ですから皆さん、私たちは日本の政治についても自主防衛についても厳しい目で
見ようじゃありませんか。そして自主防衛をね、きちっとやりましょう。お願いします。ありがとうございます。お願いします。